クラッシュアンダー58キロファイトです。3分3ラウンド3ノックダウン制で行われます。あ、両者も早くも視線がバチバチと臨戦態勢です。拳を合わせて両者コーナーへ。第1ラウンドのゴングが鳴りました。ローキックを見舞っていく赤いグローブが小久保裕紀、そして青いグローブが山本直樹です。左ミドルキック、さらには左ミドル返していくのが小久保です。スーパーマンパンチは山本直樹。さあ中村さん、はい、あの小久保裕紀なんですけれども、前回がデビュー戦だったんですけれども、まあ、豪快なちょっと KO 負けをしてしまったということで、今回あのその一勝に対する思いがかなり強いっていうコメントもあったんですけれども、はい、そうですね、やっぱりあのアマチュアで、ね、すごくあの小久保選手あの実績があった中で、ええ、クラッシュデビュー戦だったんですけども、ちょっとね力を、まあ、本当出し切る前に終わってしまったんで、はい、今回はね、まあ、仕切り直しという形であの試合に臨んでると思いますし、 ね、コスチュームがね、あのね、ええ、大沢文也選手と同じそうですね、パンツなんですけどね、ええ、なんか本人からもらったということで、はい、タンタンファイトクラブのね、まあ、後輩というかこの若手っていうところで、またここからね、このクラッシュを、ね、盛り上げていく一人になりたいっていう気持ちが強いでしょうね、はい、左のミドルキック、遠い距離から伸びてきます、山本。鋭いミドル、山本です。まあ、でも試合の展開的に山本選手はうまくこう自分で、はい、うん、プレッシャーかけながら、試合を進めていってるかなと思いますね。右の拳を突き上げました、小久保です。はい、オーソドックスに、飛び下、はい、まあ、ジャブとローで前に出ながら、うん、そこからこう攻撃組み立てていこうとしているのが山本選手ですよね。作戦通りに今行っている山本、相手が前に来ても後ろに行っても踏み込んだ瞬間に鋭い一発を見舞ってやると強くコメントしていました。ワンツースリーコンビネーションは小久保前蹴り、小久保選手もねこうやって、うん、細かくローキック返してるんで、はい、結構ちょっと我慢比べみたいな展開になってきましたね。はい、お互いにコンビネーションはいいですよね。そうですね、お互い、はい、うん、ただその中でも山本選手ね、あのこの左のドリブル、はい、さあコーナーに追い込んでいく、どうだ、ローキック、細かくアッパーを見せるのが小久保です。ロープを背にしている、そして回っていく山本です。左のボディ、あと右膝は山本、まあ、山本選手ああやってね距離が詰まってもあのボディに攻撃を散らして、はい、ちょっと小久保選手、うん、これを細かくアッパーから膝、あんまりもらうとね動きが止まってしまうんで、はい、左ミドル遠い距離から伸びてくる、逆に山本選手はうまくバランスよく攻撃出てますね、遠い距離からもこのミドルキックえぐってきます。左ボディは6棒、残り時間が10秒切っています。細かいパンチからのドローして右膝を入れる。第1ラウンドが終了しました。こちらが小久保裕紀、そして山本の第2ラウンドのゴングです。まあ、小久保選手は、ね、ちょっと1ラウンド、まあ、あえて下がる場面あったんですけど、はい、かなりそこで、ね、こう押し切られずに、ね、自分の攻撃もこう返して、はい、そこまでこう、ね、やられなかったというか、ええ、そういった場面展開にしてたんで、まだね、あー、右が左、すごいパンチだ、おー、ダウンを奪ったのは小久保裕紀、裸の出血も見られますか。そうですね、右のパンチですかね、最後ロープ詰めた時の、綺麗に入りました。まず一つダウンを奪いました、小久保裕紀です。ちょっとでも山本選手もダメージあるかもしれない、ちょっと立ち方とかがね、ちょっとふらついてるんで、はい、まだダメージありますよ。最近仕掛けていくのか、小久保裕紀前蹴りで距離を作りたい、ハイキック山本、ロープに追い込んでいきます。さあこの試合のために大沢文也、そして神戸翔太郎ともスパーリングを数をこなしてきたと言っていました。ちょっと小久保選手、あと最後のタッパーに入った右、はい、パンチの圧力と前で、うん、タッパー右、完全に小久保選手が流れつかみましたね、こうなった時の回転力とパンチは、はい、小久保選手が上ですね、す
鋭いパンチでコーナーに追い詰めてバックハンドブロー山本。もう国久保選手はねこのままもう山本選手ロープから出さずに、はい、左、はい、押し切りたいですね。さあ反撃に行きたいのは山本です。右の膝、左ボディを、ね、はい、山本選手は相手で距離詰まった時ね膝とか、の左ミドル蹴って、はい、国久保選手前に出させないようにすればまだね試合作っていけると思うので、ここは正念場とか頑張りどころですね。はい、さあ山本の膝、いやこうなると加藤選手の方が、そして右、うん、これかなりガード目からでも効いてますかね。そうですね、ガードを固めたまま、はい、止まっちゃうんで、こうなると国久保選手はもうね連打まとめれるんで、何かしら青選手こういう返したいですね、はい、左右、山本の右の目ちょっと今の左のボディも効いたんじゃないですか。はい、右の膝返したのは山本、はい、さあお互い接近、山本は左のハイキック、ノーダウン、これはダウンではありません。第2ラウンド残り30秒、さあスパーリングではジムの OB でもある大沢文也からダウンを奪ったという国久保裕紀です。あ、先輩ですね、あ、先輩ですね、はい、失礼しました。逃げ、おっとバランスを崩した、右の膝、残り時間が10秒、この膝でね動きが止まればいいんですけど、国久保選手が前に出続けますね、はい、さあ時間がない第2ラウンド仕留めたい、あ、第2ラウンドが終了しました。中村さん、はい、やはり国久保としてももうこのラウンドで今仕留めに行くっていうところだったんですけれども、そうです、まあ、はい、最初にねこういい形でダウンを取れたんで、そのまま流れに乗って、攻め続けたっていうラウンドでしたね、やっぱりこうこのねダウンを取った場面もそうですけど、国久保選手がやっぱ前に出て距離詰めてパンチまとめた時には山本選手にも勝ってるんで、こういう展開をねこの次のラウンドも長くしたいでしょうし、まあ今のラウンドですごく国久保選手手応えも感じたんじゃないですかね。そうですね、もうこのリズムでこのまま第3ラウンドも国久保は間違いなくいくでしょう。相手めちゃくちゃ辛いです。セコンダリーラウンド3ラスト、最終の第3ラウンド、まず右の膝、青いグローブが山本、そして赤いグローブが国久保です。ローキック、お互いにどう見合う、そしてジャブ、さらにはもう一度ジャブ、あっと顎が上がっている、さらに右から左右、さあ一気に国久保が仕掛けるか、細かいパンチからローボディー、国久保選手パンチの打ち上げもいいですね、はい、しっかりと持ち味の拳を生かして、さらに右のストレート、ちょっとこうなると山本選手は強い攻撃返せないんで、はい、はい、うん、右の膝もね、ずっとカウンターで狙ってるんですけど、ちょっとそれ以外にも攻撃の手立てがないですかね。山本本人もミットスパーリングと徹底して実はこの膝を磨いていました、磨いてきたとコメントがありました。左のミドルキック、ガードの上から、そしてさらにその間をくぐって、国久保のパンチ、鋭いパンチが山本をえぐります。右のロー、お互いにロー返していくアッパー、左のハイキック、さらにボディ、山本選手がねこうが顔面ガードするんで、国久保選手はうまくそこにね、はい、ボディ打ち上げたりアッパー打ったりして、はい、パンチこう、ね、うん、あっと、しっかり当ててますよね、的確に捉えている国久保、そしてさらにスタミナを奪っていきます。一旦距離を取る、山本のちょっとスタミナもやっぱり心配ですね。そうですね、やっぱりこうダメージもありますし、はい、さらにまた右の目のあたりが腫れています、腫れ上がっています。アッパーから右、動きが止まってきたか、さらに右、さらには左、さあ一気に行く、右の膝を返した、山本の粘りを見せる、山本選手もね、はい、パンチ返すんですけど、ちょっと押されちゃいます ね、うん、粘っています、なんとか耐えている山本、今ちらっと時間を見ました。さあ反撃、
反撃に出たい山本です。時間がありません。試合は第3ラウンドです。右の膝、近い距離、ちょっと久保選手も手が止まったんですが、でも熱されますね、はい、さあ時間がないぞ。ロープを背にしているのは山本、さらに左、ここも右、さあここまでダウンを一つ奪っているのが小久保です。10秒切りました。さあどうだ、右左、小久保のパンチ、山本バックハンドブロー、バランスを崩した。ここで試合終了です。判定に入ります。判定に入ります。ゴングとともに拳を突き上げたのは赤コーナーの小久保です。ジャッジ和田29対28、赤小久保1人目、29対28、小久保です。ジャッジ勝本29対27、赤小久保2人目、29対27、赤小久保。以上判定3対0をもちまして、小久保勝者赤コーナー、勝利の外貨を上げました。ひろき